ジョイス・ハットは、イギリスの女流ピアニスト、ロンドン生まれ、フェルッチョブ・ゾーニの孫弟子にあたり、アルフレッド・コルトーにもレッスンを受けた。作曲を、パウル・ヒン・デミットや、ナディア・ブー・ランジェにも指示したが、作曲作品は確認されていない。アーノルド・バックスの親友でもあり、当然彼のピアノ作品の録音がある。がん治療のために、ステージ活動をリタイアして21年以上経ったが、 その後ハットの演奏としてリリースされた CD は121枚に、上り、ショパンのエチュードに至っては2種類が存在する。ショパン・ゴドフスキーの練習曲全集がリリースされた際には、75歳での録音は最高齢記録で、あると話題になった。録音活動はなくなるまで続けられたとされた。2006年6月30日、長年患ずった。 ガ治療による副作用のため77歳で死去。最後の CD リリースは、オリビエ・メシアンの幼子イエスへの20の、マナザ自然曲で、世界最高齢録音と宣伝されていた。なお、ハットの名による CD の一部について、他の演奏者の演奏ではないかとの指摘がある。指摘やその後の報道の詳細は、公記外ブリンクまたは、ウィキペディア英語版を参照されたい。 ありがとうございます。